どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということで今回はアニメオリジナルキャラで登場するマクサについてお話をしていきたいなと思います。まあね、このマクサっていうところでね、もうそのままなんですけど、スノーマンのね、サックンですよ。サクマがアフレコでね、登場してくるということで、アニメオリジナルキャラとったらね、この最新ジャンプの方でもこの告知みたいなのがされてたりとか、あとはツイッターとかね、公式の情報でもすでに発表されてるわけなんですけど、8月25日放送予定の第140話で登場するっていうことでね、マクサの設定画と簡単な設定がねちょっと書かれてるわけなんですが、まあね、この8月25日ということでね、思うところとしては確か9月からね新たな新しい別のオープニングに変わると思うので、そう考えるとね、なんか最後の最後にスノーマンがオープニングを飾ってる最後の最後にこうやって登場してくるっていうのがね、なんか粋な計らいな感じもするわけなんですが、ちょっとね、僕ジャンププラスで読んでるので、このアフレコの写真がちょっとなんていうの、このしっかり写ってないんですけど、コメントがねちゃんとされていて本当に嬉しかった。まさかこんなに早く僕の夢だったアニメのアフレコをさせてもらえるなんて、大好きなブラッククローバーでオリジナルキャラのマクサを演じられて本当に光栄で、すごい魔法をかけられた気分でした。マクサは研究が大好きであり、好奇心旺盛で一生懸命な子なので、いろんな人に愛されるんじゃないかと思っています。マクサがまたアスタたちと一緒に活躍できるように、今の僕ができる全力で挑ませていただきました。ぜひ楽しみにしていてください。次はマクサの魔法をお見せしたいですっていう風に言っているので、まあ、研究者っていうのがね分かるわけですよ。まあ服装から見てもね、なんか博士みたいな服装をしているわけなんですけど、なんかね、どんな感じのキャラなんやろと思って、まあ、この研究っていうところで思うところとしてはやっぱりダイヤモンド王国が出てくるわけじゃないですか。で、ダイヤモンド王国のキャラとして出てくるのかって考えたら、なんかそれちょっと微妙な感じがするわけですよね。だってジャンプのね、最新話の方とか、この半年後の話を見てみても、ダイヤモンド王国って特に出てこないわけですよ。今ね、アニメの時点でもダイヤモンド王国ってすでにね、このゼノンによって落とされているわけなので、そう考えるとね、ここで出てくるっていうのもちょっとよくわからないので、クローバー王国のねキャラなんかなという感じもするわけなんですけど、もしかするとあの誰だっけ、ちょっと名前忘れたんですけど、お医者さんですよね、フィンラルのね治療とかしてくれていたあの人のなんか助手的な位置で来るっていう可能性もあるし、なんかあとは普通にねどっか研究施設でいるみたいな、でなんか次魔法を見せたいですっていう風に言ってるので、この次っていうのが次アニメで出てくる時なのか、来週のジャンプっていう意味なのかちょっとわからないわけなんですけど、まあ140話がねどんな話になるのかちょっとまだわからないので、138話がザラの話だったわけじゃないですか、ゾラ関係の話で、その後の次の話が、まあ、魔女の帰郷っていうところでね、まあバネッサとか魔女の話になるとは思うわけなんですが、その次の週にね、じゃあ誰が行くんやろうと思うと、まあ、研究っていうところでね、なんか近いところで言えばネロがねここに書いてあるわけなんですけど、佐久間さん一押しのキャラっていう風に書かれてるわけなんで、もしかするとネロとなんか会話をするような感じ、まあ、ネロってね風化魔法によって過去にねルミエルと一緒にね魔道具作ったりしていたので、そことちょっと研究が絡んできたりするので、もしかするとネロとの絡みが見れたりするみたいな感じがあれば、なんかねかなり激アツな感じがするわけなんですよ。気になるところとしては魔法ですよ。どんな魔法を使うのかっていうところで、まあ、今回はね魔法を使わないって可能性も十分ある気がするんですよね。研究者っていうところでもちろんね魔法を使って研究したいって可能性はあるわけなんですけど、どんな魔法を使うんですかね。まああとは設定ですよね。アニメ好きっていう設定なのか、ただの研究オタクっていうね設定なのかちょっとわからないですけど、まあねまさかのここでねオープニングをしてさらにこのアニメで出てくるっていうところって、スノーマンがねこんなにブラックルに入ってくるっていうのはね、なかなかテンション上がるところではあるわけなんですが、以前のね動画で言ってたみたいに僕スノーマン結構好きなんで、ちょっとねテンション上がってるわけなんですけど、まあとはいってもね僕が好きなのは光くんなんでね、ちょっとまあサックもね好きなんですけど、どんな感じで出てくるのかっていうところでね、なんか思うところとしては雪魔法とかね使ったらまあそのままなんかなって感じもしますけど、スノーマンっていうところでね雪魔法っていうのを使う可能性もなくはないんですけど、雪魔法を使って研究するって言ってもね、なんかちょっとよくわからないね。なんか研究関連で来るのか、こういうスノーマンっていうところで雪で来るのかっていうね、なかなかちょっと気になってくるところではあるわけなんですけど、まあ、どんな感じでね絡みがあるのか、アスタとの会話だったりとか、このね一押しであるキャラネロですよ、ネロとの会話があるのかっていうところでね、なかなか気になってくるところではあるわけなんですけど、まあこのね半年間のね今描かれてる流れでいくと、まあ、今週ねこのゾラについてゾラの話になって、その前にまあチャーミーとゴードンだったわけじゃないですか。でまあなんか一人ずつね描かれていくような感じはするので、そう考えていくと
と、まあ、フィンラルのねあの合コンの話もあったわけなんで、そう考えてきたらまあネロっていう話も、まあ、順もありますので、ね、ネロのこの風化魔法の話になっていくみたいな感じで、その研究者である、まあ、ネロの風化魔法ってかなり古い魔法になるわけじゃないですか。この今の現代の魔法騎士って誰も使ってないわけですよ。この風化魔法っていうのは誰も使ってなくて、しかもネロ自体がもう数百年前の人なので、そう考えるとこの昔からあるかなり昔の風化魔法にこのこのマクサが興味を出して何か研究を一緒にしていくみたいな流れはあるかもしれないですよね。それによってネロのちょっとレベルアップがあるみたいなのがあったら、なんかそれそれで面白いなって感じはするわけなんですけど、まあね、まだあと一周ね空いて、さらに再来週ってね流れがあるわけなので、まあかなりね楽しみであるわけなんですが、おそらくね次のジャンプでもちょっとはなんか情報があると思うので、なんか新しい情報があればその都度ねまた何かしらでお伝えしていければなと思います。はい、ということでね、ちょっと今回は短くなりましたけども、アニメオリジナルキャラとして登場するマクサについてお話をしました。今日はねもう一本動画を出そうと思ってるので、そちらでの考察をしっかり上げていこうと思うので、そちらもねチェックしていただければなと思います。ということでね、今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。